こんにちはみほです今日も動画をご視聴いただきありがとうございますえっとね今日は1週間ぶりに歯医者さんに行ってきました先週青ゴムを入れたんですねで青ゴムで隙間を開けたスペースに奥歯の一つ前の歯なんですけれどもそこになんかね装置をつけるやつをはめましたまあ、装置をつけるやつっていうか正しい名称で言うとリングになるのかな ちょっと忘れちゃったんですが矯正の器具をつける一番奥のところってワイヤーで引っ張ったりするので力がものすすごいかかるんですねなので通常歯にはブラケットっていうなんか四角いやつをそれぞれつけてそこにワイヤーを通すんですけれども奥歯のところだけはそれが歯をぐるっと全体囲むベルトみたいな帯みたいなやつにつけてるっていう感じになります。でその機械を今日つけてきたんですね まああのちょっと正確に言うとブラケットじゃなく名称としてはチューブっていうらしいんですけど、まあ、気になる人はあのネットで検索したら説明の画像いっぱい出てくるんで見てくださいでそれを今日やってきましたでやり終わってねなんかもう、まあ、違和感 <laughs> 今は違和感しかない状態ですね作業的には入れてた青ゴムを取って、まあ、ちょっとお掃除してもらってでそこに 最初にねなんかサイズを確認する輪っかみたいなつけたり外したりつけたり外したりやってたんですねでなんか3737 37上も37とか言われてでそれをねはめてた時に私はそれがもう完成形ではめる金具やと思ってたんですけど4つはめた後ににんかカンカンカンと叩いたりなんか噛んだりして結局それ全部取ったんですねであれなんで取るんやろうと思ったらどうもそれに合わせて 本番の器具を作るらしいでですねで、まあ、作るって言ってもその場ですぐね先生が置くって調整して作ってるっていう感じになります。でそれを型を、まあ、確認して作ってる間に歯型をまた取りました。あのなんかネバネバしたやつで石膏みたいなでガチャって取るやつねあれ結構私苦手なんですけどあれをやってで取り終わって先生ができた器具を 上下また確認した後に本番でセメントでじゃあつけますねって言われてつけて今日は終わりっていう感じでした時間的にはね45分ですね11時に行って11時45分にもう終わってたのでそんな感じの短時間でしたやってる途中は痛みとかはね全然なかったですただ何なのかわからないけど消毒なのかくっつける なんか薬剤なのかわからんけど酸っぱいような苦いような口の中にずっとね充満しててそれがちょっと嫌やったかなっていうのはありましたけど痛みは全然なかったですつけた状態ねちょっと気持ち悪いかもしれないけど見せます私虫歯の治療してるからね銀歯が埋まってて綺麗じゃないけどそれを今日つけてよだれ出てきた これってねあのまあ歯の外側にフックみたいなフックっていうかねなんかそのワイヤーを通すやつ最終的にそれが外側向いてるんで口の、まあ、粘膜というか内側のところが擦れたり当たったりして口内炎になることがあるらしいんですね。でその口内炎を防ぐためにワックスっていいうのをもらいましたあちょっと手元に持ってこなさいだからワックスを取ってきます。 えとね、ワックスはすみとも 3M のなのかなこんな感じこんな感じのものねこれ中身はなんかね見た目はろうそくみたいな感じだけどちぎってぷにょぷにょしたら粘土みたいに柔らかくなってそれをこの外側のゴツゴツしてるところにピュって留めたらまあ皮膚に当たる部分が丸くなって痛くなくなりますよっていうものらしいですね。 これがみんなが言ってたワックスワックスっていうやつなんかなと思っていよいよ私も矯正始まったなと思ってちょっと嬉しいです。はい、で次に何をするかっていうと1週間後に他の歯にブラケットをつけますブラケットって四角いこのやつねそれをいよいよつけるらしいですはいこれも小1時間口を開けっぱなしになるって先生に言われたんで。 まあしんどさとか疲れるっていうのはあると思うんですけど痛みは多分なないんじゃないかなななと思いますす今日もねやった作業は全然痛くなかったですなんかでん最初の肩を取る時になんかね「カンカンカン」ってなんかまあ金槌でなんか叩いてるような感じの作業あったんですね先生が「ちょっとね頭響くかもしれませんすいません」ってその都度ね歯、はあ、4本ごとに言ってくれたんですけど私は全然ねな何ともなかったんですけどねそれは。 だから痛みは多分ないと思うから次も楽しみにして待ちたいと思いますあと今日の治療費なんですけれどもこれもねまた前回同様タダでした何、うん、か終わったら「はいお疲れ様でした」って感じで予約取って診察券あ診察券じゃないわ保険証か保険証は見せたんですけどなんかお金はいらんかったうん それと私の場合あの保険適用の外科矯正になるので最初にやった精密検査5万5,000円のお金も負担以上の分は返ってくるらしいんですねそれ今日聞いたら特に手続きはいらないってことでしたなんか後で計算して現金で返してくれるみたいです今日は青ゴムから1週間後奥歯の1個手前の歯に装置をつけましたっていう内容をお伝えしました <laughs> やっぱり滑舌悪くなってんかななんか違和感がある、うん、これがもし全部ついたら、まあ、食欲なくなるやろうなっていう気はしてますはい最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録高評価もお願いしますまた別のビデオでお会いしましょうバイバイ